チャンドラー・ヘールチャンドラー・ヘールはアメリカ合衆国の政治家。1873年3月2日、ヘールはワシントン DC において共和党の政治家、ユージーン・ヘールとメアリー・ガグアス・チャンドラーの息子として誕生した。ヘールは国務省に入省した。ヘールは1897年にイタリアのローマで合衆国大使館の初期館を 1901年から1905年まで、オーストリアのウィーンで合衆国大使館の初期官を務めた。ヘールは1907年に、オランダで開催された第2回ハーグ平和会議に、合衆国の代理人として出席した。1901年9月25日、ヘールは、ウィリアム・タフト大統領からアメリカ合衆国、第3国務次官補に任命された。 ヘールは1901年10月14日に着任したが上院休会中に任命を受けたため、1909年12月13日に改めて上院の承認を受けた。ヘールは1909年12月13日まで同職を務めた。1951年5月に死去。 aborltconnect.rootsweb.com-http://www.state.gov/.www.aboutstate.history.officers. w ダセク、html-http コロンスラッシュスラッシュ www.state.gov スラッシュ r スラッシュパスカルスラッシュ4スラッシュ po スラッシュ11435ドトエ htm ありがとうございます。